テサロニケ人への手紙第2一章パウロ・シルワのテモテから私たちの父なる神及び主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように兄弟たちあなた方のことについて 私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が、目に見えて成長し、あなた方すべての間で、一人一人に相互の愛が増しくあっているからです。それゆえ私たちは、神の諸教会の間で、あなた方すべての迫害と、観難とに耐えながら、その従順と信仰等を保っていることを、誇りとしています。このことは、 あなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのは、この神の国のためです。つまり、あなた方を苦しめる者には、報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には、私たちと共に、報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。そのことは、主イエスが、 炎の中に力ある見使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエス・キリストの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべてのものの、そうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。簡単の的となられます。そのためにも私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにし、また道からによって善をしたうあらゆる願いと、 信仰の働き等を全うしてくださいますように。それは私たちの神であり、主であるイエス・キリストの恵みによって、主イエスの皆があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。